こんにちは、おクです。今回は、ネクスジにまさかのことが起きまして、ちょっとそこから、ちょっといろいろね、今後の活動とか予想していこうと思いますので、最後まで見てください。ということでですね、今回まずですね、ネクスジのあるメンバーの名前が解明っていうのかなまだまあ、デビューしてないから解明とも言わないかもしれないですけど、虹プロの時の名前と変わったんですよ。 で結構ファンの方の中ではびっくりっていう感じになっていてしかもね今回1人じゃなくてそのメンバーが2人いるということでちょっと今回どんなことがあるかっていうのを説明していきたいんですけどその前にちょっとねと新しく4月10日水曜日の夜7時からネクスジの新しい番組が始まるということでこちらが「クラブネクスジっていう番組なんですけどこれめっちゃ楽しそうなんですけどしかもこれが M ネットで放送されて日本だとレミのかなアプリので多分放送されるみたいな。 ななのでなんかこの感じだと韓国でも見れるし日本だったらアプリで見れるっていう感じになるのかなでそのメンバーの解明のことなんですけどメンバーの解明がですねホームページのオフィシャルそしてこのクラブネックスジのヒザー動画っていうのかなを見てみるともうすでに解明されていて、えっと、まず1人目がソケンくんですね。 っていう風になりました。で、ソゴンくんはあのケンっていう名前のケンが韓国語でゴンになるからソゴンになるのかなっていう感じですかね。なんでソケンくんをソゴンにした必要があったのかとかはちょっと後で考えていきたいんですけどもう一人が夕日くんですね。夕日くんが今回夕日ではなくヒュイくんになりました。で、 まあここねなんでかななっって思ったんでですよねでなんかやっぱ韓国の方に発音しづらいのかなっていうところなのかなちょっと私もここに関しては分からなかったんですけどでこれで何でかっていうのを考えてみた時にやっぱり、まあ、韓国に向かっっっっててるなってめっちゃ思った2次プロジェクトのシーズン1の時はそれこそ,そのあんまりその韓国を最初から意識したって感じではなかったと思うのなんか1年目は日本でしっかり土台を築いてでそっからなんかどん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 海外に出ていくよみたいな感じだった と思うんですけど今このネクスジに関しては初めから結構韓国意識してるんかなってやっぱこの名前的なところも思いましたし結城くんがもしね発音しづらいならミーシちゃんも結構発音しづらいと思うんですよね普通に考えて。だけどやっぱ結城くんがこの解明から始まりそしてこの韓国のさ番組をさ20は多分最初からはやってなかったんだよだけどこうやってあのもうネクスジの時は初めからあるということなのでやっぱり韓国デビューも意識してんのかなっていう。同時に デビューししててていいいいくく形ににもなっていくのかなっっのかう,ふうに思いますし何よりね今回この「ニジプロ2」の方ではあのソケンくんがいることによってやっぱ韓国人がね一人いるってかなりその韓国デビューにあたって強いことなんじゃないかなっていうふうに思ってるのでなんだろう大きくデビューするかとかどんな感じでデビューするかとか分かんないですけどでも、まあ、かなりそのデビューもその日本プラスその。 韓国の番組に出たりとかっていうのはしていく流れにはなっていくんだろうなっていうのが結構見えてきたんじゃないかなと思いますのでまあ、今後の活躍に期待ですしあのねネクスジ本当私生で見たじゃないですか絶対 で通用すると思うんだけどなんかなんでかって言うとやっぱりスタイルがいいんですよねスタイルバチバチに決まっててやっぱ韓国のアイドルって骨格から違ううなっていつも思うんですよ顔がちっちゃくって足が長くってなんかそういうなんか骨格がまずその一般人と違うなっていう人があアイドルだなって思うこと結構 k p o p 見てて思うんですけどネクスジもね結構骨格から違うなっていうイメージがありまして。なので ネクスジも今後ね、ちょっと海、韓国、もしくは海外とかにどんどん展開していくんじゃないかなって思ってるので、まあ、ほんと、とかも早く出る可能性とか全然あると思うし、ちょっとこれから楽しみが続くなと思いました。まあ、どこでね、披露とかどこでライブやるかとかはまだ出てないけど、でも、かなり活動していくんじゃないですか、まあ、結構ね、人気になること間違いないと思っていいんじゃないかなって思うぐらい、ダンス動画とか見てもバチバチにみんな、 ねレベルとかもすごいので、ちょっと今後のネクスに期待していこうかなと思います。ということで、皆さん、ちょっと今回ね、あの、新しい番組が始まるのもそうですけど、でも何よりやっぱり、この解明したことが気になると思いますので、皆さんの、この解明についての素直な、ちょっと感想をコメントで聞かせてくださると嬉しいです。そんな感じでこれからも、ネクスジの最新情報やネクスについての動画をたくさん出していこうと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。